はい、速稼塾の久保です。連日ですね、オーストラリアの火災環境破壊について、お知らせしていて、で速稼塾のね、塾生さんはじめ YouTube をされている方が情報をね、拡散していただいて、オーストラリアの火災がすごいことになってるよとかね、でコアラのマーチを買うと寄付ができるよと、助けることができるよって情報をどんどん広げてくださっています。ありがとうございます。でですね、2、3日前なんですけども、タレントのフィーフィーさんが動画の方でですね、やっぱこのオーストラリアの火災のことを非常にわかりやすく取り上げてくださって、ああなんかすごく嬉しいなとか思ったんですけども、今日いただいた情報によると、今ご覧いただいてますけどもね、あの X ジャパンの YOSHIKI さんがこういうツイートをしてくださってるんですよ。ですごいのが、あの YOSHIKI さんがこの寄付をね、1100万円されてるっていうふうに書かれてますよね。すごいですよね。でチャリティー活動を続けているよと。でも批判もありますということなんですよね。で批判があるんだけども、腐らずにまだ自分の努力が足りないんだと思いますっていうふうにね、してくださってます。うん、なるほどね。いや本当にすごいですね。 X ジャパンの YOSHIKI さんもこういうツイートを上げてくださって、どんどんね、あのテレビメディアではあんまり触れられてないみたいですけども、我々がねインターネットを使ってこうやって拡散することってのできますから、有名人の方がドカーンと1000万とかね寄付するのもすごく期待できるところなんですけども、やっぱり1人の100歩よりも100人の1歩、こっちの方も同時にこうやってね育てていきたいなと思います。引き続き皆さんご協力お願いします。ありがとうございます。